おはようございます。釣り子 TV です。2020楽しみだったルアーの一つ、ギルロイドベビーがですね、いよいよ店頭に並び出してましたよ。っていうことでね、早速ね、キーポンで価格が1個3600円っていうね、金額で売ってましたので、買ってきてみました。こんな感じ。なんかね、箱の外側から見るとね、ジュニアとどれぐらい違うんだろうっていうのが、分かりづらいので、まあね、この後実際にジュニアサイズと比較とかね、してみながら見ていきたいと思いますけども、まあパッケージはこんな感じで、で、ブーツテールがね、標準で最初ついてますね。で、いろいろパーツなんかもここに入っていたりして、ね、で、カラーはですね、これが 3D ハイビズメスギルっていうね、カラーにしてみました。じゃあね、早速開けていきたいと思います。いろいろパーツがねいっぱい入ってそうですからね、なくさないようにしないと。はい、こんな感じで入っていて、おなんか出てきたけど、これを開けてよいしょ。おー、パーツがね、入っていて、これとこれとこれは関係ないかな。うん、こんな感じですね。はい、生めかし出てきました。ここはいらないかなって思いますので、ちょっとね切っちゃいますね。こんな感じ出てきましたよ。やっぱね小型ですね。あ、で手に持ってみると、そうだな、ジュニアサイズとだいぶ印象が違うなってね、分かりますね。まあでもこう画面で見ていても分かりづらいかと思いますので、早速ねジュニアサイズでん、こんな感じの違いですね。あー、こうやって並べてみると、あ、本当だ、ちっちゃくなってるってのね、わかるんじゃないかなと思うんですけど、こっちはね、もう針外しちゃったり、あとはこのバファローホーンをフックにしていたりね、ちょっといろいろガチャガチャなってるんですけども、こういう感じのサイズ感の違いですね。で、ね、いろいろ改造ができるよっていうことで、まずはね、これリップがついているけど、ここのネジを慎重に外せばリップも外せるよっていうところと、で最初はこのブーツテールがついているけども、この付属のねこういう平たいテールにも変えることができるよっていうことですね。まあでもブーツテールでまずは使うことが多いかななんて思いますけども、はい。いやー、色はね、もう最近の今かつるはね、この 3D プリント半端ないですね。やっぱり綺麗ですね。でバッファローホーンフック、これ付属はされてないんですけども、カスタムパーツで準備すればここに付けられるよっていうね、こういう側面の穴がスタンバイされてますね。で、あとはですね、針はですね、まあフッ素加工の針ではないですけども、あ、すんごいね鋭いいい針がついています。まあここら辺はお好みでね、フッ素加工の針にね変えたりしてもいいんじゃないかなっていうところとね、まあこの上から見るとね、このハイビスメスギルってねカラーね、こう視認性のいいポイントがついているんで、あ、こりゃちょっと水中でね、どこにあるかね分かりやすそうだななんていう感じで、はい。いやー、ちょっとね、まあ出しどころなんですけども、もういよいよ多分釣り場はね、ギルなんかがブッシュなんかにいっぱいたむろしている、そんな時期になってきているかと思うので、そんなブッシュのそばでねふわーふわーってね切りもみさして、で食わせるっていう感じになるんじゃないかななんて思いますけども、ただ最近 YouTube とかでね、ね三原プロとかがこういうのでどういうとこに置いてどうやって食わせるなんていうのもね、いっぱい映像として出てきていてね、ちょっとやってみたいなーなんていう釣り方があるので、まあそのためにはまあこのリップを外して、このフロントフック1本で立つぐらいのね
デッドスローシンキングに調整してっていう感じなのかななんて思うんで、まあそこら辺ね、水槽なんかで沈下姿勢なんかもね見ながらねやっていきたいななんて思いますけども、まあこのリップ付きでも使ってみたいんですけど、まずはねちょっとリップ外したバージョンで使おうかなっていうことでね、これと試しに外してみますね。これ精密ドライバーがあるので、まあ、こういうドライバーを準備して、穴はプラスですね。じゃあね、これ早速取ってみたいと思います。お、舐めないように力を入れながら回して。結構深めまでこのネジが入ってるんですね。こんなね結構長めのネジ、これで外れるかな。お、結構ね強めについてますね。あー取れた取れた取れた。はい、でこんな感じの穴が開いてるんですけど、また戻したくなった時にね、わかんない、あこれそんでちょっと待ってください。あーなるほど、このね後ろに説明が書いてあるんですけども、ここにこんな目立った穴があると、そのジャストサスペンドに調整しづらい、まあ、ここに空気が入り込んだりとかいろいろあるっていうことで、そういう時のためにこんな感じのね樹脂パーツがついております。これを入れてそれで蓋をしておくと調整しやすいよってね、ちょっと開けた時にこれなんだろうと思ったんですけども、このリップを外した後の調整用のやつなんですね。ちょっとここ開けて、はいはいはい、こんな感じのパーツが入っていて、でこれを向きを見ながら、あまあそれ専用のパーツだからそれはそうですね。スポット開いて、あ綺麗にねここが埋まるんですね。まずね、そんでもってこの取り外したネジをまた元に戻すよっていうね。はい、これでここが埋まって、でそんでもってでちょっと重り張ったりなんだり調整して、自分の好きな姿勢に作り変えていくっていうね、こういう親切な部品がついてるんですね。でリップね、こういう感じのリップがついていて、またねこれもねこういうのがね釣り方とかこんな釣り方があるぞってね盛り上がった時にあれつけたいなぁ、なくさないようにここら辺はねなんかいろいろお大事ボックスにしまってその時を待つっていう感じになると思いますけども、はいこんな感じでございます。でねもう一つ気になったのが、時をねほぼ同じくして出てきたあのデプスのタイニーブルシューターとのサイズ感の違い、これどうなってんのかなって気になったんです。で、まあこれはねジュニアサイズとベビーサイズでこんな感じの違いですね。そしてじゃじゃーん、はい気になっていたのがこのサイズ感の違いですね。見ていきましょう。おっとおっと、兄弟かっていうぐらいのこのね、あ細かい各所は違うと思うんですけども、かなりサイズ感としては似ていますね。あ、痛い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 、もうねみんな針が強力なのがついてるからね。これはでまあ使い分けに関してはもう一目瞭然、このねやっぱり今勝ならではのブーツテール、このね高浮力でそんでもって止めていても何かしらボヨンボヨンアピール続けるね、このねテールのこの独特な存在感ね、このギミックが欲しい時は今勝のギルロイドベビー選びになってくるんじゃないかな。でこれをまあテール変えてねキビキビ使うことはできますけども、まあまあこれはこれで使っておいて、でどちらかというとキビ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 
リアクションみたいな感じで釣りたいときはね、こちらのね、デプスのタイニーブルシューター、こんな感じの使い分けになってくるんじゃないかな。まあ荷物を減らしたいときはこれでテール、こっちのバージョンも持ってっていう感じで、そういう感じになってくるんじゃないですかね。ちょうどね、お腹の位置ね、この切れ込みの位置であるとか、サイズ感に関してはね、もう全く似た感じなので、フックの大きさも気持ち今カツのやつの方が大きいかななんていう感じですけどもね。はいはいはい、こんな感じなんですね。じゃああとね、重さの方もね測っておきたいと思います。はい、じゃあまずね、このね出たばっかりの今カツのギルロイドベビー、これの重さは何グラムでしょうか。 35.2 グラム。続いてジュニアサイズ、これはね、あー 54.2 グラムっていうことで、ここら辺もあの見た目以上に重さの違いがあるなっていう印象ですね。このパッと見た印象だと似たような大きさですけども、だいぶこのね体の幅とか、あとは頭のこの出っ張り具合とかね、こっちはベビーっていうだけあって、かなりねそぎ落としてあって、でまあ比較的いろいろなタックルで使えるような、そんなスタンバイになってるのかなって重さの印象がありますけども、これ 35.4 グラムね。で、あのちょっと前に出たタイニーブルシューターは 26.7 グラムっていうことで、もうここら辺は明らかにこのブーツテールによってだいぶ重さが違うんじゃないかななんていう印象がありますね。というわけで、見た目以上にこの2種類で考えていくと重さの違いがあるので、まあ、これ一番ね、あの軽かったな。で、これは小柄な割に、このやっぱりブーツテールも含めて、ね、この 35g 前後っていう重さのものが、ブン、ブンって、ブン、波動を出すっていうことで、あ、重さで見ていくと見た目以上にこう使い分けどうしようかななんていう風に考えられるようになってきますね。まあこういう感じで本当いろいろなギルの状態に合わせてね、遊べるルアーが本当今増えてきてますので、ここのねサイズ感待ってたよっていう人にはぜひな一個なんじゃないかななんていう風に思います。で、まあね、これね、あのちょっと重りとか貼って、で水槽でどんな感じに沈下するのかっていうのをね、いろいろ調整して、そんでね釣り行けるようになったらね、早速、ギルのワンサがいるフィールドに持っていきたいななんて目論んでおります。まあ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 、こうねいろいろなギミックがついていて、価格がですね3600円ね、こういう感じになっております。で、後ろの方に説明書きもあると思うので、ちょっと読んでいきたいと思いますが、ギルロイドベビーで、長さがですね、120ミリ。ね。で、あ、フラットテール時には、105ミリだよっていうことで、ウェイト 1.2 オンスだよっていうのが書いてありますが、ギルロイドジュニアの就業パワーはそのままに、高確率のフッキング性能とバーサタイルな適応力を身につけた、ギルロイド3兄弟の末弟、ギルロイドベビー。で、着脱式のコフィンリップの追加によって、大型フラットサイドクランクのようなカバー回避能力、デッドスローからハイスピードまでシンプルに巻いて釣る能力、移動距離を抑えて動き続けるデッドスティッキング能力も手に入れました。専用ボディによるダウンサイジングによりベビーと命名されましたが、フックサイズはジュニアと同サイズのフックをインストール、ブーツテールもジュニアと同サイズを装備、ベビーの名に反するあくまでもモンスターバスを仕留めるための小さなビッグベイトです。デフォルトモードね、一番最初のモードはリップ付きでブーツテール装着、これもうリップ取っちゃいましたけど、リップが付いてあったモードだと、出荷状態のギルロイドベビーはスロークローティング仕様です。水面でもがき続けるデッドスティッキング、フラットサイドクランク的な超低速高速クランキング、腹に板重りを張り、デッドスローフローティングチューンを
下、緩ませ巻きにはデフォルトの状態がおすすめです。回避力と、任意にダイブさせられる性能、アゴリグハンガーの機能を生かしサイトで使うことも効果的です。クランキングモードで使うときは超デッドスローでも動き続ける、ブーツテール仕様がおすすめですということで、でリップレスブーツテール装着モード、これですね、リップを取ったモードの説明書いてありますね。リップは精密プラスドライバーで着脱することが可能です。リップを外した状態では完全なフローティングになります。サスペンドにチューンする場合は外したリップホールには付属の、樹脂製スペーサーを装着し再度ネジで固定してください。リップホールを開けた状態で使用すると穴に空気が入り抜けないことがあるため、完璧なサスペンド状態に調整するにはスペーサーを必ず装着してください。板、重り等をサスペンド調整で貼る場合はジョイント部を精密プラスドライバーで切り離し、ボディの頭部側のジョイントスペースに細くカットした板重りを左右均等に貼り、デッドスローフローティングに調整します。微調整は腹部分前方に小さな板重りを貼り、水に入れて完璧なサスペンドになるまでカッター等で少しずつ板重りをカットして微調整します。裏技としてブーステール底面に針などで先にリード穴を作り、 0.6g 前後のネイル進化を入れて、微調整するとテールのキックパワーがアップし、水平姿勢でサスペンドします。なるほどな。リップレスフラットテール装着モード、この状態ではデッドスローフローティングになりますってカッコで書いてありますね。ギルロイドベビーはリップレスフラットテール仕様にすると、元来のベーシックな、ギルロイドの S 字アクションを発揮します。腹に板重りを張りサスペンド調整してください。裏技としてリップホールスペーサーを装着せず、リップホールの中に板重りを入れネジで固定すると腹に板重りを張ることなく尾管を損ねずにサスペンドさせられます。このモードは、クイックなリアクションを使用したサイトで特に威力を発揮するモードです。さらにありますね、チューン用サイド、フックホール、ギルロイドベビーにはボディ前方側面にバッファローホーンフック仕様に対応するフックホールド溝を設けています。自作サイドフック仕様にチューンアップ可能です。ベビー専用バッファローホーンフックは付属しておりませんってことで、結構ね細かく書いてあるんですけども、まあ全部これチューニングしていろいろな遊び方ができるよっていうことがねよくわかりますね。まあここに穴があったり、ここにアイがついていたり、まあ付属のテールがあったりリップがあったりっていうことでね、一粒でね、三つ四つ五つぐらいね、いろんな使い方ができちゃうんじゃないかなっていうことで、で、あ、発売前とかに各種 SNS とかいろんなね、あのネットニュースとかでもそういえば書いてありましたね。これ外しちゃってるんですけども、このね、ジュニアサイズとまずこのフックサイズが一緒ってことなんですよね。小型になったからって小さなフックになったりしてないね。大物を狙っていくよって。あとこのブーツテールですね、ね、これさっきも並べて、あ、そうだよなと思ったんですけど、同じサイズのブーツテールがついているからね、ボディのここはそのまんまのサイズなんですけども、結構でかいのを狙い撃てるような針の大きさね、あとアピール力抜群のブーツテールね、ここら辺が裏に改めて説明書きで書いてありましたね。あとはまあそうですね、ここにこれネジがあってね、ここもこうプラスドライバーで外すことができるので、ここを外してここの隙間のところに重りを貼ることによって、このね尾管を損ねず、あんまり目立たずに、重さの調整がすることができるよ、もしくはそうやって調整することを推奨するよっていうようなことがね、書かれてましたね。まあ自分は結構めんどくさがりなんで、こういう感じでお腹にペッ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 ペーってね貼って終わりかななんて感じなんですけど、またねちょっと今度ね、まあここ外してのやつもやってみようかななんてね思いますけど、具合が良かったらね、また釣れた時とかにおまけでね、こんな感じで調整してますなんてね紹介するかもしれないんですけども、そんな感じですね。というわけで、いろいろちょっと開封してみてきましたが、まあまあまあ1個買ったらね、いろいろな遊び方ができちゃう、楽しそうだなっていうことでね1つ買ってみましたけども、絶対ねギルクイバスね、ギル変色してる時に効きそうだなっていうサイズ感と、この今勝ならではのね
ブーツテールのこの存在感ね、これはねちょっと一発買っときたいなと思ったんで買ってみました。というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、今勝から新しく登場したですね、ギルロイドベビー、これを開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。